秀人さん、はい、最近柴田祭り、喧嘩祭り行ってきたそうですけど、感想なんかお願いします。感想は、おそらく日本一激しい祭りだったと思います。血まみれでしたか？やってる人たちは血まみれでした。ちなみに秀人さんも参加したんですか？いや、私はお客さんに被害が及ばないように、はい、見守る形ですね。仕事で行ったってことですね。はい、秀人さん、もう一つ、好きな格闘家は誰ですか？一人。好きな格闘家、はい、そうですね、今ヒクソン・グレイシーですかね。今ヒクソンですか？さすがですね、ありがとうございます。